では2つ目の質問いきます。例えば15フレごとの動きをしたとして、定位置上横下とキーフレームを打った時に、上横のキーフレームの位置に達した時に一時停止したかのような動きになるのを、スムーズな動きになるためのイージングの説明があったと思うのですが、再度解説いただけないでしょうか。ではこの中で説明をしていこうと思います。ではまずここから始まって、上に移動して横に移動して下に移動するという、こういったアニメーションを作った時に、イージングをかけてないとこういうリニアな動きになってしまうので、これに対してイージングをかけていきましょうという内容になると思います。質問者さんの言われている内容は、おそらく EasyEase をかけてしまったんだと思うんですね。 F9 ボタン、キーボードの上の方のファンクションボタンがあるんですけども、この F9 を押すことで EasyEase かけてしまうっていうことをすると、移動し始めと移動終わりがこう止まるっていうことになるので、一応スムーズな動きではあるんですけども、一旦ここで止まるっていうような動きになってしまっているので、そこが気になっているんじゃないかなと。止まらないようにするための方法をお伝えしていきます。一旦 EasyEase をかけているっていうことなので、この状態でこの速度グラフを見ていきます。速度グラフのグラフというのは、速度どれぐらいの速さで動いているのかっていうのが山になって分かるグラフになっています。なのでここの左側のこの数字を見てみると、今最初このスタート時点では動きのスピードが0なんですよね。0ってことは動いてないということなんです。でそこからどんどん速くなっていく、速度が上がっていく。今ここで最高潮に達しましたね。ここがスピード一番速いです。そこからどんどんこうやって止まっていくっていう動きになっているので、ここで止まらないようにしたいんですよね。止まるっていうことをなくすために、これを上にこう上げていきます。するとここで止まるっていうことがなくなります。こっちもですね、こっちもこう上げていくっていうふうにすると、こう止まるっていうことがなくなります。ここも止まらないようにするには、ここもこう上げていくっていうことになります。こんな感じで滑らかな感じでこうつなぐことができれば、こう動き始めて最後だけ、この動き始めと動き終わりだけ速度が0になっているので、動き始めと動き終わりのところだけがゆっくり動くよっていう、そういう感じになります。もうちょっとこの辺りちょっとボコッとしてるので、調整の余地はあると思うんですけど、大まかな伝え方としてはこんな感じになるんじゃないかなと思います。で、速度グラフをいじる時のやり方なんですけども、この速度グラフのこのキーフレームが置いてある場所にあるこの四角い部分を触るんじゃなくて、そこから伸びているハンドルの部分、このハンドルの部分だけを使うようにしてください。ハンドルの部分でこの高さを調整できたりだとか、この横に伸ばして影響力を調整できたりっていう、この2つが必要なんですけども、この両方ともできますので、基本的にはこのハンドルだけを触ってください。この四角形の部分を触るとどうなるのかというと、横にもこうやって移動しちゃうんですよ。なのでキーフレームの位置自体がずれてしまうので、調整が基本ちょっと難しくなってしまいます。なのでこの横のハンドルだけを触るようにしてください。